はい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 。もう、どん底やね。マジで。もうほんまに、ちょっとやばくなってきてるなっていうようなところはあるし、まあやはり3、こう、月2取られるとですね、なかなか点は入らないよっていうのは皆さんもわかると思うし、やっぱり、ちょっとポジティブなところをちょっと探していかないといけないのかなっていうふうにもすごく感じております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほどありました、楽天対巨人の徹底解説をやっていこうかなというふうに思ってます。はい、まず試合結果からなんですけども、まあ3対0ですね。ジャイアンツが負けてしまいましたというところで、6連敗になるんかな。で、今日で、借金生活始まったんですよ。借金1位になったんですよね。で、まぁ、ちょっとポジティブなこと言うと、まぁ、6連敗してて、やっと、借金1か、みたいなところもあるんで、まぁ、次のね、日本ハム戦、明日、エスコンでしょ？で、戸郷が多分、ピッチャ ー, 先発だと思うんですけど、まぁ、戸郷から始まった連敗をね、戸郷で止めれるのかっていうところもありますし、やはり、まぁ、ここ最近の試合見てて、やっぱ先制点っていうところをね、なかなか取れてないなっていうところあるんで、しっかりそこを取っていく。うん。で、まあ、その点は取れないだろうから、しっかりこう、接戦に持っていくというかね、前勝ってたような、まあ、僅差ではあるんだけども、そういった試合に、ま、持ち込んでいくしか、今の現状ね、まあ、まだピッチャーかよって、うん、まだピッチャーに頑張ってもらうんかよって思ってるかもしれないけど、でも、本当にそれしか勝ちようがないのよね、今の現状で言うとね。うん。はい。まあ、仕方ないよね。もう、でも、きついよね。ちょっとね。うん、しんどくなってきてる。俺もね。で、今日の一言メモなんですけど、まあ、単行月はきついですよ、と。で、まあ、ポジティブなことを言うと、まあ、若手の伸びしろを、まあ、すごく感じたっていうところありました。で、まず、三平札のことなんですけど、まあ、その、2回、4回、5回かな。岸田が一発目あって、蝶野さんが、月やって、で、その次、陸かな？陸がやってっていうところ。で、まあ、結局ね、まあ、三平節、成立したらね、3個も月2取られたら、まあ、それだけでね、2、3が6個、6個アウト取られてるんで、まあ、きついよね、どう考えても。で、ランナーがいる場面での月2なんでね。で、まあ、でもそれっていうのは表裏一体というか結構難しいところあって、やはりバントを使ってる、ないから、バントを使ってないから、バントを使えわずに打ちに行ってるから、まあゲッツになってしまうっていうこともあるし、正直言うとね。で、まあバントしてたら、バントしてたで、じゃあ得点圏打てるのかっていう話にもなってくるんで、まあそこはね、まあ、なんて言うんだろう、矛盾するというか、まあどっちもこう、うまくいくっていうのはすごく難しいことなんだけど、うん、やはり、満塁でのあのゲッツーとかは非常に痛かったかなっていうふうには思いますと。で、ポジティブなこと言うと、まあ若手の伸びしろを感じたっていうところなんですけど、まあやっぱ今日上がってきたこれ、萩尾選手ね。まあ僕、今日の動画で、まあ萩尾とマスダリク使わんかったらマジでやばいぞと。もう、これに関しては絶対使わんかったら俺批判させてもらうよっていうふうなことを、まあ動画内で言ったんだけど、やっぱり使ってくれてね、それは非常に良かったと思いますと。で、まあ使ってなかったら意味ないからね。うん、マジで。何しにあげてんねんって話だよ。やと思うんですよ。で、今日は坂本さんが出てなくて、で、僕が多分言ったようなね、感じになってたと思うんですよ。下位打線に入ってて、で、坂本さん休養日にしてっていう形ね。で、まあ、それも前の動画で言ったんだけど、やはりある程度ブリブリ振っていかないと、まあ、点取れないよと。で、ピッチャーも、まあ、ハルトだし、そんなに、どこまでやれるかっていうのはちょっとまだ分からなかったりするんで、やっぱり打線がある程度援護してあげないと難しいよっていうようなことを、まあ、これ、さっきの動画でね、言ってましたけども、やはり、まあ、そういったところも多分おそらく安倍監督も考えてたと思うんで、やっぱりバントバントって言っても、まあ、結局点入らなかったら、入っても1点だしっていうところがあるんで、ある程度やっぱりこう、ヒッティングに、して、ヒッティングで行って、チャンスを拡大して、で、1、2塁とかなったらバントでっていうところは考えたと思うんですよ。で、まあ、そういったところがあるんで、まあ、すごく難しいところはありますと。で、まあ、ハルトに関しても、今日の、萩尾選手ね。まあ、リクも、まあ、初球からある程度、ファーストスイング振ってってたし、非常に良かったと思うし、まあ、ヒットは出なかったんだけど、非常に良かったと思いますと。
で、萩野選手なんかね、2安打してて、で、初球のカーブかなとかも振りに行ってたしね。非常に、足の上げ方ね、この間こう言ったように、ちょっとこう、なんて言うんだろう、こう、蹴り上げるような感じでね。あれをすることによって、やっぱり、本当に 0. 何秒の違いなんだけど、自分が早く動き出すことになるんですよ。普通に足上げるより、足を蹴り上げて、足を上げる方が早めに準備しないといけないんで、そういったところでピッチャーの球を長く見れるっていうのがあるんで、自分の前に、いい感じでね、呼び込めてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日の若手の伸びしろを感じたっていうのは、萩尾選手とそのハルトのピッチングね、っていうところが非常にね、まあ、ピッチングはまあ安定してたと、ある程度安定してたと思うし、萩尾選手にしても、やっぱりこう、上がってきてね、ブリブリいったろと、積極的にいったろと、アグレッシブにいったろっていう、姿勢は見えたし、守備でも、ファインプレーありましたしね、あれなんか小深田選手なんで、抜けてたらワンチャン、ランニングホームランっていうところもあったと思うんです。なんだけど、そこをしっかりね、抑えれたっていうのも、非常に、気持ちとね、体っていうところが、リンクしてるというか、うん、しっかりこう、いい状態で上がってきたなっていうところは非常に、示してくれてたと思いますと。で、得点シーン振り返っていきまして、右側で僕が気になったところを見ていきたいと思います。まず得点シーンなんですけど、まあ、今日0点なんでね、ジャイアンツの得点シーンはないですと。で、4回裏の2アウト1、3塁からフランコ選手にセンター前ヒットね。まあ、これフォークボールを打たれましたと。で、7回裏、ワンアウト満塁で辰巳選手のライト前ヒット。まあ、2アウト満塁から渡辺選手の押し出しのフォアボールで、2点。で、計3点というところで、負けておりますと。はい、じゃあ右側行きたいと思うんですけど、まあ僕が気になったところね、まず、一つ目、二回裏ね、これは、良かったところなんですよね。守備で良かったところ。うん。まあ先頭の鈴木選手に、二塁で打たれてね。で、ノーアウト二塁から渡辺選手バントと。で、まあこういったところは手堅くやってくるなと思いました。やっぱり先制点は大事だっていうふうな、今井監督の考えもありますし、やっぱり、2連勝してるんだけども、3立て絶対するぞっていう気持ちはすごく現れてました。で、ここですよね。ワンアウト3塁で浅村、ツーアウト3塁でフランコってところを、まあ連続三振取ったんだけど、これも非常にね、いい投球できてましたと。で、浅村選手に関すると、関して言うとですね、スライダー行って、ファール、ストレート行ってボール、インサイドの、ストレート行ってボール。で、もう一球インサイド、ストレート行ったんですよ。だけど、ちょっと甘めに入って、フルスイングされたんですよね。で、それで、真後ろに飛ぶファール行ったんですよ。で、皆さんに覚えておいてもらいたいのが、大体、真後ろに飛ぶファールって、タイミングが合ってるってことなんですよ。どういうことかっていうと、まあ、横のね、映像で見ると、例えば、まあ、いろんなファールあるんだけど、例えば右バッターが一塁にファール打つ時の当たり方って大体こうなってるんですよ。こうなってこっち飛ぶんですよ。だから、これって遅れてるじゃないですか。バットがこう、こっち向いてるから、ね。だけど、真後ろに飛ぶってことは、こう当たってるんですよ。これが当たってて、これが、ちょっとこうボールの下を当たってるんですよ。だからタイミングは合ってるんですよ。タイミングは合ってるけど、ボールの下を打っちゃって、このまま真後ろに飛ぶんで、だから真後ろのファールっていうのは、すごくタイミングが合ってるっていう証拠なんですよね。で、それでタイミングが合ってるから、ちょっとストレート危ないなっていうところで、そこからフォークボール行ってボール。で、スライダー行ってボールっていうところ。で、もうこれ我慢して、もう一丁フォーク行った方がいいなって僕は思ってて、で、ちゃんと行ってくれてね。3-2 っていうカウントだったんで、多少ね、ストレートっていうのは頭にあると思いますから、浅村選手もね。だからそこでフォークボール振ってくれて三振ですよね。で、2アウト3塁のフランコ選手もこれ三振取った場面なんですけど、まあこれもすごくうまいことストレートとフォークを見せながら取れた三振でした。スライダー行って空振りして、ストレート行って見逃しね。うん。で、ストレートファール。で、フォークをボール。で、ストレートボール。で、もう一個フォーク行って、三振というところで、うまくストレート意識させながらフォークを行ってね。で、最後フラッシャーで、すごく上手い配球だったと思うし、井上選手も非常に上手く投げ切った。ここはね。めっちゃ良かった。うん。非常に成長を感じました、ここね。崩れるかなと思ったんですけど、ここで、しっかり右バッターの二人をしっかり三振取れたっていうところ、まあ、ギアを上げてというか、うん、しっかりこう完璧にこれ三振狙いに行ってる配球だから、うん、そこで、狙い通りに取れたっていうのは、非常に自信にしてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、気になったところね、これ3回表。まあこれチャンス作ってジャイアンツが点入らなかったっていう回なんだけど、ここですよね。先ほど言った萩尾選手が初球のカーブを振り抜きますと。で、これ二塁だね。これ素晴らしいよね。うん。
なかなか初級のカーブってそんな触れないのよ。ある程度やっぱり自分がタイミング合ってたりとか、もしかしたら狙ってたりとか、あそういったことをしてないと、まあ、初級のカーブってあんまりど真ん中に来てもやっぱタイミング合わないから、カーブって遅いボールやから。うん。打てないんだけど、これをね、少しこう、パッて待ってカーンって打ってるんで、相当状態いいやろなっていう風なところはあります。で、ワンアウト二塁でリクが、ライトフライね。これも完璧に右に打ってきたなというか、追っつけてきたなっていう意識は見えてるし、多分サインで出てたと思うんですよね、これ右打ちのサインっていうのが。うん、バントは出さないけども、リク右打ちと比較的得意なんで、だから右に打ってくださいよっていうサインが出てましたと。うん、その前のボールもね、ファール打ったんだけど、まあ完璧に右に追っつけてるような感じだったんで、だからまあよくね、ライトフライ打てたなというふうに思います。で、これ2アウト3塁で丸さんね、これ三振した場面なんですけど、これはね、非常に、相手バッテリー上手かったよね、ここね。ツーシーム行ってボール、ツーシーム行ってボールって言って、ツーボールだったんですよ。で、スライダーで一球ストライク、ファールでね、ツーボールワンストライク。で、ストレート、で見逃し取ったんですよ。で、じゃあなんでここを丸さんが触れなかったかっていうところなんですけど、これ実は一打席目に結構これスライダーっていう球種で打ち取られてるんですよ。だから、おそらく、スライダーに比重があったんですよね、丸さんも。なんだけど、そこで一球ストレートドーンって見逃、ストライク取るんですよ、これ見逃しね。ここが非常に上手かった。うん。で、最後、あれストレートあんのかって思わしといて、最後スライダー行ったんで、だから1打席目、2打席目、どっちもスライダーでやられてるんですよね。うん。だからそういったところは非常に、太田選手か、いい配球してるなって、うん、ストーリーがあるなっていうふうに感じました。はい。で、3回ぐらいですね、次ね。まあ、この場面は、ジャイアンツ側が良かったという、守備側で良かったという場面なんですけど、まあ先頭のね、これ太田選手にこれ、ツーベース打たれるんですよ。うん。まあちょっとやばいなって感じするじゃないですか。で、ノーアウト二塁で小深田選手ね。まあ小深田選手って、まあ足も速くて、まあ小技もできてね、非常にいいバッターではあるんですけども、ここで、ショートフライにしとるんですよ。うん。で、普通だったら、多分、1球目かなんかね、セーフティーしてきたんですよね。ファールだったと思うんですけど、まあ、どうしても3塁送りたいっていうのは、それでわかるじゃないですか。で、小深田選手も、多分、ヒッティングに変えて、多分、右打ちとかサイン出てたと思うんですよ。出てたか、そこは自分で多分、右打ちはすると思うんですよね。これ、どう考えても。なんだけど、ここで逆方向のね、これ、ショートフライにしとられてるんですよ。で、これ、インコース高めの、まあ、真ん中高めぐらいの、まっすぐで詰まらされてるんですけど、これが非常に良かった。これを、例えばセカンドゴロとか普通にポーンって打たれてて、ランナー三塁で、例えばパスボールもある、ワンバンもショートバウンドで、ワイルドピッチもあるっていう状況にすると、やっぱバッテリーにかかる負担ってめちゃくちゃ大きくなるんですけど、ここで、ショートフライに打ち取って、ランナーそのままで、ワンアウト二塁っていうところで勝負で、大郷選手と村林選手に、と勝負できたっていうのは非常に大きかったんですよね。だからこれで、例えばセカンドゴロとかポーンって打たれてたら、多分おそらくですけど、大郷選手と村林選手、まあ、前進守備も、守備、内野手が出てくるでしょうから、ヒットゾーン広がるでしょう。で、なると、点を取られる可能性っていうのは非常に高かったんですけど、この小深田選手をショートフライに打ち取ったっていうところで、二塁にいたままね、ワンアウト二塁という場面で、小郷選手を迎えれたっていうところが、今日ね、しっかり抑えれた、ところだと思いますと。はい。で、次4回表ね、まあ、ここですよね。まあ、さっき2回、4回、5回、ゲッツーありましたというところの、これ4回のゲッツーなんですけど、まあ、満塁でのゲッツーでしたと。で、ヘルなんですが、一発目ね、先頭、初球打って、レフト前ヒット、非常に良かった。で、直樹さんがバント、で、これ絶対ね、点欲しいと。いうところだから、バントしてきますと。で、ワンアウト二塁で、カズマがフォアボールね。で、岸田も、次の岸田もフォアボールなんですよ。だから連続フォアボールなんですよ。ここの回、ちょっと荒れてたんですよ。どう考えてもね。うん。で、ここでワンアウト丸で長野さんね。ここ、まあ、いけいけどんどんですよ。ジャイアンツからすると。あ、なんとか点入るやろって。うん。ここは大量得点もあるぞっていう場面だったんですけど、ここで、まあ、楽天バッテリーなんですけど、めちゃくちゃ楽天からしたらピンチなんよ。どう考えてもね、フォアボール2つも出して、まあヒットで打たれて、フォアボール、バントで送られて、わざわざ、フォアボール2つ出してるから、丸になっちゃってるから、もう、どう考えてもピンチなんよ。だけど、このバッテリーが我慢したっていうところが非常に大きくて、ここで、完璧にゴロを打たせるような配球をしてるよ。全球。うん、どういう配球だったかっていうと、1球目ツーシーム来て、ボール球、あ、低めのボールね。で、2球目ツーシーム来て、もう一、空振りするんですよ。うん。で、ワンワンね。で、ここで、普通だったら、変化球とか行きたいんですよ。曲がり球とか行きたいんですよ。うん。
2チームって、どっちも、速いボールじゃないですか。ストレート寄りのボールなんで、バッターも速いタイミングになってきてると思うんで、まあ、曲がり球で1球取りたかったりとか、そういった感じで、考えるキャッチャーって多いんですけど、ここで、チェンジアップ行くんですよ。で、チェンジアップって、まあ、一見すると高めに浮いたりしたら危ないボールなんですよ。どう考えても半速球というか、まあ、ただの打ちやすいスローボールみたいな感じになるんで、危ないんですよ。長打を食らう可能性あるんですよ。だけど、そこのリスクを、しょってでも、ゲッツーを取るような配球をしてたんですよね。で、ここは低めに落とせて、ちゃんとピッチャーが投げ切れて、長野さんもね、バーンと泳いだ感じで、ショートゴロ打ってしまって、ゲッツーというところで、まあもちろんね、ゲッツー打った選手も悪いというか、良くなかったんだけど、でもこれは楽天がバッテリーがめちゃくちゃ頑張ってる。うん。ここで普通だったら、スライダーとか行きたがるもん。普通に、早く追い込みたいっていうふうに感じるんだけど、これでね、浮いたらドカン行かれる可能性あるし、低めのワンバン行ったらボールになって、ツーボールワンストライクってなるし、余計きついし、ファーボールもあるしっていうところ、押し出しもあるからね。そういったところもあるんだけど、もうこれは一種の楽天バッテリーの腹くくった配球だったなというふうに思うし、その覚悟が、ゲッツーを生み出したんだなというふうに思うので、非常に、まあその、いい配球してるよね、これ、大田選手ね。確か大正大かな。大阪商業大学。僕、うん、見たことあるというか、同い年ぐらいちゃうかな。1個下か同い年か、それぐらいなんですよ、多分確か。うん。だから、いいキャッチャーやなと思うし、めちゃくちゃ、配球考えてるなというふうに思います、そう。はい。で、次、4回からですね。ここ、まあ、点取られてしまう回なんですけど、やっぱり、伏線とか、やっぱりあるんですよね。前の打席の、関係とかってよくあるなっていうふうに感じました、これね。ワンアウトから鈴木選手がこれレフト前ヒット。で、渡辺選手がライト前ヒットというところで、1、2塁ですね。で、浅村選手をライトフライに打ち取ると。で、実際、タッチアップでね、1、3塁になりますと。で、ツアーで3塁でフランコ選手ね、これ、まあ、センター前ヒット打たれる場面なんですけど、先ほどの打席覚えてます？僕さっき言ったの。ストレートとフォークをうまく組み合わせて、低めに投げ切って最後三振取ったっていうお話したじゃないですか。で、バッターには2パターンいます。待ち球、待ち方ね、どういう、待ち方をするかっていうのね。例えば、打たれ、抑えられたボールをずっと待ってるバッターが一つね。で、逆に、それ関係なく、もうずっと同じの待ってるやつ。うん。だから、それで、このフランコ選手はさっき空振り三振してるんですけど、フォークでしてるんですよ。だから、このフランコ選手は非常にこのフォークボールっていうところをめちゃくちゃケアしてる、ケアしてるというか、めちゃくちゃマークしてるんですよね。うん、2回同じ球種でやられたくないっていうね。まあ外国人によくあるパターンなんですけど、うん。で、1球目フォーク行くんですよ。で、ボール球なんですよね。で、まあ、微妙な待ち方やったんですよ。うん。あれ、これ待ってんのかな待ってないのかなみたいな、微妙な待ち方やったんですよ。で、僕も、映像を見てるだけでは分からなかったんですよ。これどっち待ってるんやろって。で、ここで、もう一球フォーク行くんですよ。で、それが、まあ、浮いたフォークになって、それを打たれたっていうところなんですけど、まあ、これは難しい配球だと思います。うん。で、まあ、さっきね、フォークで行かれてるから、フォークであえて入って、そのバッターがフォークを待ってるのかどうかっていうのを、多分おそらく岸田選手は確認したかったんですよね。で、フォークから行ったんだけど、まあ、見逃されたと。で、その見逃し方もいろいろあって、完璧にタイミング合ってるような見逃し方と、合ってないようだけど、バットは出なくて、ボールっていうのもあるんですよ。で、これは微妙な見逃し方やったんですよね。これ待ってんのかなみたいな。微妙やなみたいな。っていうところやったんですよ。で、もう一丁フォーク行ったんですよ。さっきまあ三振してる、合ってない三振してるんで、もう一球いけるやろっていうところ。で、それが浮いて、ヒット打たれるんですけど、まあ、これは難しい配球でしたね。うん。これは、まあ、結果論で言ったら、まあ、そのまっすぐとか他の球種行った方がいいって言うかもしれないけど、でもね、実際考えてる、プレイヤーがね、選手たちがやってるんで、ここは何とも言えないですよね。でも、打ったフランコ選手が、良かったと思います。やっぱり、先ほど、低め振らされてるんで、ゾーン上げてるんですよね。多分低めだったら振ってしまうから、ちょっとこう、ゾーンを、自分のゾーン上げて、浮いてきたやつは行ったろう、みたいな。うん。で、ワンボールなんで、打者有利のカウントなんで、まだ空振りしても全然 OK やから、浮いてきたら絶対行きますよ、いらっしゃいっていうところで構えてて、そこにファーンって、フォークボールが浮いてきたんでバーン打ったって感じですね。はい。まあ難しいですね、ここはね。はい。で、ここ書いてないですけど、ここ書いてるわ。
先頭小深田選手ね、これ豪快裏ね、これレフトフライなんですけど、まあ左中間寄りに行っただけなんですけど、これ萩尾選手ね、ファインプレーするんですよ。で、スローで見たらね、一回これボールをね、こうパーンと落としてるんですよ。こう飛び込んでパーンと落として、それをカーンってもう一回取ってるんですよ。だからすごいプレーなんですよね。で、取った時点でもう二塁のベース上ぐらいまでいたんですよ。二塁、の手前ぐらいまでいたんで、多分あれ、そのまま落としてたら多分、ランニングホームランになってるんですよ。だからそれぐらい大きいプレーでした。まあ、結局0点やから、負けは負けなんだけど、でも、このプレーっていうのは非常に大きかったと思いますと。で、まあ、この回もね、書いてないけど、まあ、2アウト1塁で辰巳選手の時に、2球目スチールをね、してきて、まあ、岸田選手がしっかりアウト取れた。これも良かったですけども、まあ、これの、まあ、相手の楽天の意図としたら、まあ、1球目ね、岸田選手、まあ、盗塁来ると思って、ちょっと外したんですよ。うん。外してボール球にしたんですよ。で、やっぱワンボールになるじゃないですか。で、ワンボールになったってことは、次ストライク取らないとツーボールになっちゃうんで、巨人バッテリーからしたら、ストレート、ストライクを欲しいんですよ。だから、逆に1球目外したから、2球目次ストライク来るから、走らせようっていう感じなんですよね。うん。で、辰巳選手3番じゃないですか。まあ、この試合、今現状ね、2個三振してたんですけど、まあ、次の回、もしアウトになっても3番からなんで、っていうところで、積極的に走りに行ったんですよね。なんだけど、そこをしっかりね、アウト取れたっていうところ。しかも2球目、スライダーだったんですけど、その、半速球のね、遅いボールで、しっかり2塁でアウト取れたっていうのは非常にいい、送球できたなっていうふうに思いますと。で、次、これ6回目なんですけど、まあその、これ、いい場面でしたね。これ抑えた場面なんですけど、まあ、辰巳選手に先頭ヒット打たれて、バントを決められて2塁ね。で、ワンアウト2塁で、渡辺選手ショートゴロ。で、ツーアウト二塁で、浅村選手フォアボールね。で、ここでピッチャー船場さんの投手に、スイッチと。で、ツーアウト一塁でフランコ選手を空振り三振取るんですよね。で、ここも、先ほどは、1打席目はね、まっすぐとフォークうまいこといきましたと。で、2打席目、フォークで打ち取られたから、フォーク行って、で、確認したんだけど、待ってるような感じじゃなかったし、もう一丁フォーク行きました。で、それ打たれました。で、次なんですよね。ここは、空振り三振の場面なんだけど、ストレートとスライダーっていうのをうまいこと、ストレートの軌道と、この同じ軌道からのスライダーっていう、この同軌道ってよく言うんですけど、ストレートとこの同じ軌道からま、曲げたりすると、バッターってさっきの前の残像がね、頭の中にあるんで、例えば前の球がストレートやったら、あ、ストレート来たと思って、振り行ったらスライダーとかあるんですよ。だから、よくね、今、こう、IT がね、すごく進歩してて、メジャーリーグとかね。なんか、あるんですよ。ピッチクロックなんかこう、あるんですよ。バッターが反応する、この、なんていう、飛んでるみたいなことがあるんですけど、ここが一緒で、そっからボールをパーンって曲げると、バッターが反応できないっていう、距離があるんですよ。だから、バッターの残像とかをうまく使って、同じ軌道から曲げたりとか、同じ軌道から落とすっていうのは非常に有効的なんですよね。で、これ、ここ、船場様投手、同じ軌道から、ストレート行って、スライダー行ってっていう風に、ストレートとスライダーの出し入れでしっかり三振取れたんで、ここ非常に良かったと思います。うん。しっかりね、アウトコースの出し入れというか、アウトコースのストレート行って、そっから同じように曲げて、で、もう一回ストレート行って、もう一回そっから曲げてみたいな感じで、まあ、バッターがもうなかなかこう、難しい、球の見極めができないような配球と、しっかり投げ切れたっていうところがあるんで、ここは非常にね、ナイスピッチングだったなというふうに思います。で、これ最後なんですけど、まあ、7回裏、まあ、点取られてしまった回なんですが、まあ、やはり、まあ、エラーが出てしまうと、やっぱきついなっていうところはありますと。で、ワンアウトから小深田選手がセンター前ヒット。で、ワンアウト中で、小郷選手ね、フォアボールになってしまうと。まあ、シール、決められるんだけど、まあ、結局フォアボールになって、1、2塁ね。で、村林選手の、これもショートフライ。まあ、高く上がって、ショートと、まあ、レフトの間ぐらいのフライだったんで、ちょっと難しいのはわかるんだけど、まあ、風も吹いてなかったようだし、まあ、ちょっとね、これは痛かったなっていう感じはしますと。うん。で、ワンアウト満塁だった時に、大江が出てきて、大江投手ね、出てきて、辰巳選手に、まあ、ライト前ヒットね。
で、まあ、1球目シュート行って、で、2球目もシュート行ったんですよ。で、この配球っていうのは全然悪くないと思うんですよね。やっぱり、辰巳選手からすると、まあ、大江選手の、大江投手の、まあ、スライダーって、やっぱ自分の背中側から来るから、やっぱマークせざるを得ないボールなんですよね。で、2球シュート行って、多分そこから外勝負だったと思うんですよ。だけど、その2球目のシュートが、1球目のシュートよりも中入ったんですよね。それでもう1球、ワンストライク取ってるんだから、まあ、デッドボールは怖いんでっていうところはあったんですよね。だから、ちょっと難しい配球ではあったんですよね。だから、大江投手最近ちょっとコントロール乱れてるじゃないですか。だから、もっと、例えば、めちゃくちゃコントロールいい左ピッチャーとかだったら、こういう配球もありだったかなと思うんだけど、やっぱ1球目、シュートでインサイドで取ってストライク。で、2球目、もう一丁インサイドのシュート、多分おそらくボール要求ぐらいだったと思うんですよ。で、投げれるピッチャーは投げれるよ。だけど、やっぱり満塁だし、デッドボールもあかんっていう風に心理的に働くから、ちょっと中に入って、ちょっと中に入っちゃうと、前のボールよりすごく甘く見えるんですよね。前のボールがいいだけに。うん。で、それでヒット打たれてしまうと。うん。まあ、ここは、まあ別に、まあどっちも悪くないっていうか、まあ普通、まあ難しいところだったなという風に思いますと。で、ワンアウト満塁で鈴木選手は三振取れた。これは良かった。非常に良かった。で、ここですよね。ツーアウト満塁で、渡辺選手をこれ、フォアボール出すんだけど、やっぱりね、制球ね、うん、まあ難しいの分かる。ずっと満塁やから、難しいの分かるんだけど、スライダー行ってボール。で、シュート行って、ファール。で、ワンワンでしょ？で、スライダーボール。うん、で、シュートボール。で、最後ストレートもボールっていうところで、やっぱり、なんかスライダー系がなかなか入ってないっていう、この間からもそうだけど、だいぶ引っ掛け気味やから、そこで、調整しようと思って、シュート投げても、シュートもちょっと抜けてしまったりとか、もうちょっとね、まあ難しいんだけど、うん。ちょっとそういう、大江のちょっと今の制球力、うん、まあ、出されてる場面が結構厳しい場面だから、余計ね、難しいっていうのはあるんだけど、ここね、なんとかね、このスライダーで一球でもストライク取れてたら、もっと面白かったのになっていうふうに思いますと。まぁ、あ、ちょっとね、ボールの鳴り方がね、ちょっと結構外れ方がね、結構激しい外れ方してるんで、ちょっとその辺はどうなのかなっていう感じは、してる。どうなんすかね、マジで。うん。で、まぁ、あ、それ以降はね、まぁ、あ、点入らなくてっていうところで負けてしまいましたというところです。はい、そんな感じで、まあ、きついよね、6連敗ね。まあ、みんなも、ほんときついと思う。僕も見てて、どうやったら手入んやろって。うん、まあ、ちょっと前もあったんだけど、こういう時期がね。また来たかっていう感じはありますと。で、まあ、いろいろ策を講じてると思うんですよ。もう何をしてでも点を取りたいっていうのはあるんだけど、やっぱり、最後の一本とか、チャンスは作ってるんですよ。チャンスは作ってるんだけど、あと一本が出ないっていうところがあるんで、非常に打線の組み替えとか、やってるんだけど、ちょっとそれ以前の問題なのかなっていうところも感じてるし、僕の中でね。うん。そもそも調子が悪すぎるというか、うん、もう、打線の組み替えでね、ある程度やっぱり調子が、良かったりとか、まあ普通ぐらいの調子だったら、打線の組み替えで、こう、循環が良くなる時ってあるんだけど、そもそものなんて言うんだろう。その、調子がみんな悪いと。だから、打線を組み替えようが、調子が悪いかったら、塁に出られないじゃないですか。手入らないじゃないですか。っていうところになってるのかなって思うので、それを、まあ、どうして調子を上げていくかっていうね、うん、ところは、まあ、その個々のね、コンディションもそうだし、まあ、バッティングコーチとか、まあ、いろいろデータ班の人とか、まあ、その、分析する、スイングの分析してくれる人とか、まあ、たくさんいるんだけど、まあそこをね、しっかり活用しながらも、やっぱチーム全体に束となってね、やっていかないといけないと思うし、まあやっぱり明日エスコンか、日本ハムというところで、さすがにもうね、3連敗をマジでやめてほしいなと思うし、ちょっとね、ほんと僕ももう一回考えて、明日からの動画もね、もう一回出して、どうやったら巨人勝つかっていう動画を出していきたいと思うんで、ぜひね、皆さん見ていただければなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。この、チャンネルのね、内容が良ければ、高評価であったりとか、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。